星野リゾートからの独立じゃないですか。きっかけって何だったんですか。うちの方がうまくやれると思ったっていう。エンジェルス、今回のテーマはインバウンド。政府が水際対策を大幅緩和したことで、インバウンド再生元年とも言われる2023年。そんな中、本田さん、以前ね、もっとラウンドが上の方々とやりたいということもね、今日はその願いが叶うような起業家の方々が来てます。本当ですか？日本のインバウンド業界を背負って立つ4組のスタートアップが集結。安藤忠雄が建築、全室スイートのラグジュアリーホテルや、日本初顔認証による免税オンラインショッピングサービスのプレゼンに。可能性しかないなと思いますね。成功する顔されてる。完成されたビジネスモデルに投資家たちも舌を巻く。その一方で、例えばデュバイだったら400万ぐらいする鎧何個も買って帰るんですよ。日本の企業が最初にグローバルもできますよって言ってあんまりできてた試しがないんで、はい、本当に欧米のハードル高くて、どういうふうに成功への道を書いてるのかがすごい気になる。世界で戦うためのインバウンドの厳しいリアルが突きつけられる。力強さっていうのが、まあ、ちょっとあんまりこう感じられないところが、自信が伝わってこないなっていうのは、ちょっと結構そういうのがコアな事業内容なんじゃないのかなってちょっと思いました。先陣を切るのはこの人物。ミシュラン最高評価を獲得したラグジュアリーホテル。四国で一番客単価の高い宿泊施設なんですが、めちゃめちゃ良さそうな旅館が多くて、配当とかになるんですか、あのイグジットとかも、なんかもうその IPO とかのイメージとかはもう終わりなんですか。と野望としてあるのは、今の株主コミュニティで代替できないかなって。そこに対応できない小売りはもう生き残っていけない。これは一生やってもいいビジネスだなと。リアル投資ドキュメンタリー、エンジェルス。カードの色で出資か否かが決まるリアル投資ドキュメンタリー、エンジェルス。今回のテーマはズバリインバウンドです。それにふさわしいエンジェルスの皆様をご紹介していきましょう。まずは本田圭佑さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本田さん、今回テーマインバウンドというところにフォーカスしてますけども、いかがですか。インバウンドをやってるスタートアップに投資してるんで。あ、投資されてる。なんで興味はあるというか、僕も勉強は一応してます。はい。意外に日本に旅行するときに小さな課題ってまだまだたくさんあるなっていう印象はあるんで、そういうところが解決できるようななんかスタートアップ出てくればいいなっていうふうには、まあ常々思うんですけど、なかなかね、そういう、それのいいところってニッチすぎて市場も小さいから誰も手つけないんで、問題がずっと山積みになってる印象はありますね。続いてご紹介しますけども、連続起業家で株式会社スピーディ代表取締役社長の福田敦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スピーディー社長福田敦。ソニーデジタルエンターテインメントの社長を経て起業。タレントノンのマネジメントや沖縄でのリゾート開発など、その活動は多岐にわたる。福田さん、投資家として出演されるのは、はい、初めてですね。初めて。なぜ出演してくださったんですか。僕今沖縄とロサンゼルスとパームスプリングスにホテルとかそのバケーションレンタル作ってるんで、なんかそういう日米格差とか日中のことなんかなのかなと思ってますけど。さあ、続いては株式会社マザーハウスの取締役副社長、山崎大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マザーハウス副社長、山崎大輔。ゴールドマンサックスでのエコノミストを経て、途上国でバッグやジュエリーを生産するマザーハウスの顔として海外ビジネスを展開。投資家としてのイメージはあんまりなかったんですけども、投資は考えることもありますか。そうですね、僕自身は多分エンジェルで入ってるから10社ぐらい多分実はあって、日本のこれからを考えると5年10年のためで言うと、インバウンドなき小売りは存在しないと思います。でそんな中で唯一ポテンシャルがあるのはインバウンドで、そこに対応できない小売りはもう生き残っていけないっていうのが僕の考え方。まあなんかそういうところで言うと、まあインバウンド×小売りだったりとかサービス業みたいなところはちゃんと、まあ今日の話聞いていきたいなというふうに思ってますね。はい。さらにもう一人、
サードアイというお立場で株式会社インフォリッチの社長の秋山博信さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。今回からの新たな試み、起業家でも投資家でもない第三者の視点でディスカッションに新たなうねりを起こす。サードアイ、簡単に自己紹介よろしいですか？ OK Yo, listen. Number one. Yo, there's no other one. Believe you're the one and be the number one. 一番行くぜこの手で掴む。一生は一度二度とないチャンス。冠冠不可以淨係靠運，只係由努力變實力掌握嘅黃金。日英関東語三カ国語ラップ、ラッパ発 IPO 社長マレナスタンス、 MC 名ニカ CEO 秋山、今日はエンジェルズニューシステムサードアイでの参加。この三つ目で見つめる日本つなぐアジア、そして世界につながるビジネス、レッツゴー。すごい、すごすぎ、すごい。ありがとうございます。この環境でできるのすごすぎる。これができないとね。こちらの無茶ぶりに答えていただきましてありがとうございます。ね、秋山さん、元ラッパーいいアーティストというね、活動していた経験があるということでね、はい、ラップで自己紹介していただきましたけど。ありがとうございます。本田さん、いかがでしょう？アオさんですね。シェ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 、ありがとうございます。あの、僕がやってる、あの、授業は、あの、このチャージスポットっていう、はい、はい、あの、どこでも借りれて、どこでも返せる、あの、シェアリングバッテリーを、あの、やってます。で、あの、実は香港、あの、僕半分香港ニーズで、あの、っていうのもあってですね、香港からスタートしたビジネスで、半分、華僑圏の人間としてどういうふうにアジアを見るのかっていう意味で、今日は少しコメントしていけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回の起業家をご紹介しましょう。株式会社オンコ知信代表取締役松山智樹さんです。どうぞ。オンコ知信松山智樹、その男の経歴華麗につき、業界に飛び込んだような星野リゾートが初めてだったんで、すごい面白いなと思いましたね。これは一生やってもいいビジネスだなって。手掛けるのは世界の観光客を魅了するディスティネーションホテル。国内系ホテルで史上初、日本初のミシュラン最高評価。外資系コンサル、星野リゾート取締役を経て起業。ホテル業界の寵児が資金調達でも異彩を放つ。なぜ今回は出演してくださったんですか？ちょうどね、増資のタイミングだったんですよ。今意を決して参加することにしました。まあ、話題性というか知名度も終わりですけど。そうですかね、はい、いや全然だと思ってるんですけど。プレゼンテーションのお時間ですけども、3分きっかりということになります、はい、プレゼンの途中でも強制終了となりますので、時間厳守でお願いします。はい、よろしくお願いします。プレゼンテーション、はい、株式会社オンコ知信代表取締役松山智樹でございます。よろしくお願いいたします。弊社はですね、スモールラグジュアリーホテルを中心に全国で、8つほどの施設を運営している、まあ、基本運営会社オペレーターでございます。で、デスティネーションという言い方をしてますが、まあ、旅の目的地になるような場所を作って、結果として地域の活性化に貢献していきたいという、まあ、社会貢献企業のつもりでやってます。で、例えばあの瀬戸内リトリート青柳っていう施設、まあ、これがうちの、第1号案件、運営施設なんですけれども、安藤忠夫さん設計で、7部屋しかない1泊2食6万ぐらいですかね、あの四国で一番客単価の高い宿泊施設なんですが、これなんかあの国内系ホテルで史上初、日本初のミシュラン最高評価ファイブレッドパビリオンっていうんですか、まあ、そういったものとか海外の賞なんかをいろいろいただいたりして、まあまあ、 あの話題にはなったのかなと思ったりしていて、まあ、こういう施設であるとか、あとは、まあ、最近感度高めの方の間で、ちょっとインスタとかで話題になっているメゾンアウルっていう宇部にある、まあ、洞窟のようなレストランですね、石上純也さんの設計なんですけど、まあ、こういったちょっと変わったものを作って、地域に人を呼び込もうと、まあ、こういった事業をしている会社でございます。で、まあ、とにかく変わったものをやればいい偏屈な人たちなのかと思いきや、ちゃんと一応数字も出してまして、まあ、例えばこれあの某施設なんですが、うちが入る前1億円赤字だった状態から売上6割アップで、利益がマイナス1が 2.4 億なんで、まあ、3.4 億ですね、増益みたいな感じで、結構実績を出してます。で、これはあのうちがやってるところ大体こんな感じで、まあ、コロナ中にもかかわらずですね、実績を上げていて、これを運営力で達成しているというのが我々の今までの
やってきたことなのかなと思ってまして、まあね、さっきちょっと有名ですなんておっしゃっていただきましたけど、まだまだオンコチンって会社は全然認知度がどうでしょうね、5% もいってないと思うんですね。なので、今後ブランド力、ブランド認知を上げていって、まあ、そうすることによって動きはさらに加速できると思ってます。当然インバウンドの集客もブランド化によってこれから加速していくタイミングかなと、こんなふうに思ってます。で今回増資の目的なんですが、自社開発をしたいっていうふうに思ってまして、例えばですけど35億円で作ってうちで運営して2.1億家賃を払う、そうすると42億で売れて、これをファンドの方が ST を使って証券化とかするんですけど、こういったビジネスがある。でこれをやろう、自社でやろうとするとエクイティで10億必要になるんで15億円ほど集めたいということになってます。はい。でこれやると一応5年後ぐらいには経常年で14億とかこんぐらいになるかなというところでございました。タイムアップです。はい、ありがとうございました。調達希望額15億。そうですね、はい、趣旨に合ってないかもしれないですけど。いやいやいや大丈夫ですか。ありがとうございます。ファーストジャッジ、まずはプレゼンの良し悪しを判定するファーストジャッジ。今回からは脱落ありの新システムを導入。本田圭佑以外の投資家がホワイト、ブラックの2色から判定を行い、万が一全員ブラックの場合はディスカッションを続けるかを本田圭佑がジャッジするというルール。それでは松山さんへのエンジェルスたちのファーストジャッジは、カードをお上げください。どうぞ。福田さんホワイト、山崎さんホワイト、お二人ともホワイトです。もう完成されてらっしゃるんで、施設も有名だし、そうですかね。紹介ないからうべし行きたいですけど、ぜひ紹介してください。ずっと行きたいと思って、はい、いや運営力だけでこんなにひっくり返せるってすごいなと思って、それもめちゃくちゃ聞きたいですね。いや、まずエンジェルズ案件じゃないんですよね。そうですよね。間違いない。いや、もうぜひお話いろいろ聞かせていただきたいなって。もうな、投資とか投資しないとかそういう話じゃないかなと思ってます。まあそうでしょうっていう感じでした。はい、当たり前っていうわけじゃないんですけど、うん、まあ、3分では伝えきれないんですよね、うちの授業はね。だから、まあ、もうちょっと話聞かないとっていうのは自然な反応かなと思いまして。全員興味を示すエンジェルス、ネックは15億円という調達額の大きさ。膨大な投資額をここからのディスカッションで見事引き出せるか。ディスカッション、僕本当失礼ながらその施設を知らなかったので、本当に有名なとこばっかしか行かなくてですね、逆になんかこういうサービスがガンガン出てきてるんだっていうふうにちょっと改めて思ったので、今ちょうど見てるとめちゃめちゃ良さそうな旅館が多くてですね、ぜひ行きたいなと思います。ぜひお越しください。ありがとうございます。ユーザーとして使うぐらいのイメージしかないですよね。はい、投資するとかになったら、だから配当とかになるんですか？エグジットとかも。なんかもうその IPO とかのイメージとかはもう終わりなんですか？実はですね、IPO に関しては、開発に軸足を置くんだったら、開発の自社実績がないと、審査の対象外って言われたんですよ。やるとしたら、結構先になっちゃいます。自社案件がエグジットまで行って、それでやっとスタートみたいな感じ。なので今、株主コミュニティっていう、未上場の施設プラットフォームみたいなのがあるんですけど、そこにもうすでに上がってます。すでに株主コミュニティに入れば自由に売買できる状態。でも今回15億でシェア 30% って結構大きく出されるんですね。あと、まあ、その不動産とみなされるのか、まあ、宿泊にせよどっちにしろバリエーションそんなつかないんですよね。15億集めようとするとどうしても3割ぐらいになっちゃうっていう。でもバリエーションつかないっていうのは利益率が低いからですか？やっぱだってブランドバリューだけ考えたって、まあ、プレイ34億でしたっけ、はい、っていうのがどうかっていうのありますよね。だって、まあ、これから先旅行コンテンツみたいなのっていくらでもコンテンツに、ね、ブランド力があれば結構レバレッジをかけられる可能性があるというか、うん、まあ、僕はそう思ってます。なんかバリエーションとかどうなんだろうっていうのは思いましたけどね。だって知ってるってすごいじゃないですか、そういう意味で言うと。例えばアマンとか泊まって、はい、まあ高いしそういうのラグジュアリーな経験はできるわけですけど、
自分の性格もあるのかもしれませんけど、あんまりリピートしようっていう気が起きないんですよね。知らない国とか知らないホテルに泊まった時にそのコミュニティを知りたいと思うんですけど、例えば旅館でもアマンでもそうですけど、その敷地の中から出すまいというか、全く街のことを知らないで帰らされちゃうわけですよね。運営力アップさせるために街の要素は取り入れた方がいいもんなんでしょうかっていう。あ、それはそう思います。うち、地域のショーケースなんて言い方をしてますが、やっぱ地域でいいものをこう体験してもらう場であるし、そこにその生産者というかクラフトマンの人たちとのこう交流みたいなのがある、そこが宿の醍醐味かなと思ってますんで、そういう意味ではやっぱ地域と密接に関わるというのは自然にそうなるという感覚ですかね、はい。次々と投げかけられる疑問に対し、サードアイ秋山がグローバル視点でフォローを入れる。山口のもうなんかもう本当にヒップな割とこう友人たちといいますか先輩たちもよく挙げていてですね、でそれこそ香港 の、 あの友人とかも LV グループとかとも一緒にあの富山の方の酒蔵とかですね、町と一緒に起こしてみたりとか、結論から言いますと非常に皆さん海外も興味津々だと思うんですね。なんか IPO そもそもなんか考えてらっしゃるのかなっていうかですね、なんかそういうちょっと雰囲気を伺えたので、むしろ今のこのご調達もひょっとしたら配当ベースでこう考えてらっしゃるのか、そこら辺もなんかちょっとこうお聞きしたかったってのはありました。 IPO は、するかもしれないですね、ただ、野望としてあるのは今の株主コミュニティっていうあれで代替できないかなってちょっと思ってますけど、なのですごい事前に僕もホームページ拝見させていただいたんですが、もう株の分割からも非常に細かくもうすでに上場会社以上のもうディスクロージャーをされてらっしゃるなっていうふうに思ったので、もういつでもできるんでしょうけれども、割と実は準備してました、はい。ただ結構手間かかる割にその思ったほどリターンがないっていうか、特に東京プロマーケットがそういうちょっと中途半端な感じだったんで、株主コミュニティにして、あとはタイミングでしょうかね、いずれするかもしれないし、しなくても、バリューだけはどんどん上げていって、配当になるかもしれないですけれども、リターンは返していこうとこういうふうに考えてます、はい。ここで本田圭佑からド直球な質問が飛び出す。星野リゾートでやられてからの独立じゃないですか、はい、きっかけって何だったんですか。おう、うちの方がうまくやれると思ったっていう。はい、じゃあそこはやっぱり意識してるんですね。勉強になりました。業界に飛び込んだような星野リゾートが初めてだったんで、すごい面白いなと思いましたね。だこれは一生やってもいいビジネスだなというふうに思って、ただなんかもうちょっといいやり方あるぞと実は思ったっていう。海外展開もじゃあもう視野に入れる。いやもう海外の方にお越しいただくっていうのは今でちょっと海外展開はそんな甘くないと思ってますんで、まずは国内って考えてます。そういう意味で言うと、いやもうコンテンツとかクオリティは間違いないと思うんですけど、やっぱり人だと思うんですよね、はい。でここから先やっぱこの単価だとやっぱ地方でやっぱ人採用できるかで、やっぱどんなものももう最近そうですけど、レストランとかも別に味でクレームにならなくて、大体サービスなんですよね。サービスって脳つけるの簡単なんで、そろそろそういう領域に多分単価上がってきてらっしゃるんじゃないかなと思った時に、ね、はい、これ結構これからもその再生案件じゃないですけど、さっきのような案件多分来られると思うんですけど、人の問題どうするのかってどうですか。 そうですね、そういう意味ではうちは地元採用とその全国採用っていうのを組み合わせていて、全国採用はもう新卒とかを何十人っていう規模で採用していて、どうでしょう、必ずしもホテルの経験バリバリの人というよりは、人としてのなんて言うんでしょう、こうホスピタリティマインドのある人をこう集めている、そういう意味では杓子定規 なんていうんですかマニュアル接客をしてないので、型にはまった接客みたいなのがクレームになることって結構あるんですけど、なんか心が伝わるねっていうようなところは逆に評価されやすいというか、なんかそれでいいんだなっていう感覚ですね、はい。でもやっぱ開発に行くかどうかっていうのは本当大きいですよね。多分案件として全然作ると運用するって違うじゃないですか、多分かなり。今まではだからオーナーさんと組んでやってたわけです、で、これからも別にそれはやるんですけれども、ちょっと条件悪いところが多いかもしれないですね、うちに持ち込まれるのは。その要は運営を委託しないとちょっと難しそうだなっていうようなやつが回ってきて、自分らでやってもできそうなやつは回ってこないですよね、そういう構造もあるっていうところで、ある意味だから難しいので結果出してきたんで、自分らでやれるよって自信があるから、そこに踏み込もうとしてるんですけど、金集めるのは大変ですね、規模が大きいんで、今日集めに来たと。
そうです、はい、あの15億円お願いしますすごい額ですけども、ではいよいよファイナルジャッジのお時間です。ホテルとしてのクオリティは文句なし。だが提示されたのはエンジェル投資の域をはるかに超える15億円。果たしてエンジェルスが下した判定は、運命のファイナルジャッジ。ファイナルジャッジ、出資か否か、決断の時。それではエンジェルスの皆さん、出資か否か、ファイナルジャッジ、カードオープン。お二人ともシルバー、そして本田さんはシルバーで、全員シルバーです。まあ、とりあえず金出してほしかったですね。とりあえずって言い方あるのか知らないけど、金と銀の間めっちゃ差ありません、ね、うん、まあしょうがないなって思いました。金が大きいよねっていうのが、あの金額面のことあるし、やっぱりなんか投資って考えた時の話と、やっぱこれがコンテンツとしてどうかって話ってまたちょっと違う気がするっていう、何らかの形でお話ちょっとお伺いしてからなのかなっていう気はしますよね。この話難しいですよね。不動産業みたいなね、さっきも話されてたから、ね、はい、やっぱりそうなると全然違うロジックがまた働いてくるっていう、何を作るのかって話聞かないと投資しますってわけにはいかないっていう話になっちゃいますねっていう。個人的にはあのお話と早く泊まりに行かなきゃと思ってますけど、はい、ぜひお願いします、はい、もうビジネスモデルは完成されてらっしゃるんで、ギフトなんてのちょっとおこがましい感じなんですよ。なんですけどすごくロジカルに着々と詰めてらっしゃるんで、なんか株主としてのリターンっていうよりも本当に、あ、こんな素晴らしいものがあって日本のスタートアップなんだよっていうことで、いろんなそのハイブローな人たちに言っていただく助けにはなるのかなと思いますね。やはり金額がでかすぎるんで、まあ、あのエンジェルズ案件ではないということが一つと、海外からのお客さんにも来てほしいということだったんで、まあ、その文脈で、あの日本大好きな友人がたくさんいるので、あの旅館が、あのホテルがあるところがあればですね、あの紹介したいなというふうに思いました。本田さん、いくらだったら投資できます？僕ね、あのあれですよ、やっぱ案件ベースがいいと思いましたよ。あの会社にっていうよりは、いい案件に案件ベースで、それも別に配当、儲かったら配当しますよみたいな方法であれば、数百万円とかもう別にパーンっていくなっていう感覚です。あ、数百万円とか、はははは、は、まあ、あの案件ベースは実は間に合っていてもうそこは間に合ってる。そう、いや、そうだと思うんですよね、はい、結局案件ベースは間に合って会社にお金が欲しいっていう話になるんで、結局そうなるとリターンを目的としている投資家はそこにつかないと思うんですよね。だからただかなり一応 今のタイミングだと、まあ、例えば5年後でおそらく200億くらいのバリエーションついてもおかしくなくて、まあ、5年で4倍にはならないです、その案件ごとの投資は、まあ、IRR で10%、まあ、レバーかけて10何パーみたいな世界で、今考えればあのうちの株に投資した方が案件に投資するより期待利回り高いはずなんですよ、うん、いや、そういうことなんです、はいはいはい、ただうちは、まあ、ブランドビジネスだと思っているし、まあ、ある種のプラットフォームビジネスだと思っているんで、まあ、むしろ結果出しちゃいいでしょぐらいの感じで思っているところあります。今回は、うん、まあ、全員がシルバーということですから、はい、またでも引き続きこの機会をきっかけに、はいはい、今後も期待しておりますので、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。松山さん、今日はありがとうございました。もうこれで結果が出たというよりは、まあ、種をまいたっていう感覚ですかね、はい。本骨心はプレゼンの中で話した通り、株主コミュニティっていうのを作っていて、どんな人でも入れるプラットフォームなんですよ。株を買うみたいなことをね、やっていただけると、このタイミングで投資したっていうことを5年後にはもっと自慢できるような、まあ、そういう会社になっていたいなと思ってますんで、ご検討いただければと思います。はい、次回のエンジェルスは和メイジング加藤文子。訪日外国人旅行者向けのプラットフォームサービスを行う和メイジング代表の加藤です。空港で無料の SIM カードを配ったり、メディアを運営していたりで、
コロナ禍の3年間を増収増益で乗り切ったっていうところから実績やパワーは感じていただけることが多いんですけれども、リクルートで経験を積み40歳で起業、そこでワメイジングは日本初かつ唯一国税庁承認第1号の免税販売自動販売機を開発いたしました。ビジネスのロードマップって聞かせてもらえたりしないんですか？ミニマムユニコーン以上では IPO を迎えてワクワクしてお話を聞いてました。あれはすごいなと思って、可能性しかないなと思いますね。いかにですね日本の小売メーカーを巻き込んでいくかっていうことが一番大切で、 IPO は目前か、インバウンド業界の最注目株がエンジェルスでアメイジングなプレゼンを見せる。